4件の市民襲撃事件に対する裁判が福岡地裁で判決が言い渡されました。死刑判決を受けた特定危険指定暴力団、工藤会北九州市のトップ、野村悟被告74歳は、24日の福岡地裁での公判が終わった後、裁判長に向かって、生涯このことを後悔するぞ、と脅すかのような言葉を言い放った。 ナンバー2で会長の田上不吉を被告65歳には無期懲役。休憩無期懲役、罰金2000万円を言い渡した。それでは、裁判長へのお礼参りはあるのでしょうか ?2019 年9月10日の朝日新聞によれば、2019年時点で、組員約300人のうち、およそ半分が、交流または刑務所で服役中の状態にある。また、 福岡県警の工藤会壊滅作戦により、活動範囲が狭まり、末端の組員は生活基盤が崩壊、難民、化し自殺を選ぶ者も,も出ているそうです。このことから、地方裁判所レベルでは襲撃するメリットはないと思えます。仮に襲撃をするのであれば、高等裁判所か最高裁判所になるでしょう。判決を出し終えた裁判長を襲ったとしても、 グミの状況がさらに悪化するだけでしかありません。それに、裁判所としても、裁判長を工藤会の行動範囲外に連れて行くでしょう。ただ、これは損得での話になりますが、現実問題として、2013年1月、野村総裁は自身が受けた陰形増大や脱毛の美容整形外科手術に不満を持ち、 その報復として元幹部の男に指示し手術を担当した女性看護師を死傷させ事件が発生しております。そう考えると、損得関係なく、総裁の意のままに動く組織の側面もありますので、裁判外での工藤会と国家の戦いは続きそうな気もします。